ガストン・ニコラス・フェルナンディスはアルゼンチン・ラヌース出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。2002年に CA ・リーベルプレートからデビューした。2003から04シーズンはラシンクラブに在籍し、2004から05シーズンはリーベルプレートに復帰した。2006年にはメキシコのビュッククラブである CF ・モンテレにレンタル移籍した。 契約終了後に200万ドルもの移籍金を払えず、2006年12月にリーベルプレートに復帰した。しかし、ダニエル・パサレラ監督は十分なストライカーがいるとして、フェルナンデスを必要としなかった。2007年1月、c a んロレンソであるマグロに移籍した。2007クラウス裏ラでは、チーム得点王の彼やエセキエル・ラベッシュの活躍で、 サンドレンソに6年ぶりのリーグ優勝がもたらされた。リーグ戦終了後には、モンテレーに戻る計画もあったが実現しなかった。2008年には、ワンル・ティグレスに移籍したが、エストゥディアンテス・デラ・プラタに、レンタル移籍した。コパス・ダメリカーナで準優勝し、コパ・リベルタ・ドーレスでは、クルゼーロ・イーシートの決勝、セカンドレグで57分に、同点ゴールを決めて、 優勝に貢献した。ワンドに復帰した。彼は2009年のスーパーリーガでシカゴファイヤーを破って優勝した。2010年1月、本人の希望によりティグレスを退団し、エストリアンテスに完全移籍した。2014年1月15日、MLS のポートランドティンバーズと契約を結んだ。同年3月8日に行われた。 フィラデルフィアユニオンとの試合にスタメン出場し、リーグデビュー93分に同点ゴールを挙げクラブのホーム連続無敗記録を16試合に伸ばすことに貢献した。実説シカゴファイアー戦で2試合連続ゴールを記録した。翌年になるとファネンドアディア・ルーカスメラーのらの加入によって出場機会が減少。同年8月3日、双方合意の下契約を解除した。 同月10日、エストゥディアンテスに復帰し3度目のところ属となることが発表された。2016年5月28日、エストゥディアンテスを退団し、チリプリメラディビションの CF ニベルシダデチレに移籍することが発表された。2017年8月9日、グレミオフブパからエストゥディアンテスに復帰し2年契約を交わした。アルゼンチンアンダー代表に、 しばしば選出された。ありがとうございます。